だって今日の君口数多いんだもんどうしたの私うんどこか変なところあったそんなことないと思うよいつもどーり君のこと眺めてるだけなんだから何にも悪いことしてない。 じゃあ何がおかしいか言ってみて。何がどうおかしくて、どうして欲しいのか、全部君の口から言うんだよ。いつも私が言ってることなんだっけわかんないから聞いてるのに、私が毎日、 君に何言ってたのだからそのゆっくりでいいよ。言い慣れてないもんね、君。<laughs> うん。私は記憶にございませんが。 ほれほれ言って。何を言ってほしいの私に。だから <laughs> ん。結構長引きそうだから、こうやってくつろいでいようかなって。 うん、気楽だよ。いつも通り言ってあげるのも面白いけど、たまには言ってほしい時もあるんだよね、私。何 <laughs> 好きって言って欲しかったんだ。うーん、案外早かったな。 それだけじゃないでしょ好き以外は何て言ってたもう今更恥ずかしがんないでよ。私は言ってほしいの。君に。好きだから。<laughs> ほら、君のそういうところが好き。 毎日好き好きって言ってるのに、すぐ照れた顔するんだから。全然慣れてくれなくて、ぜーんぶ好きを受け止めてくれてるのが好き。<laughs> このままだと、いつも通り私が好きってたくさん言うだけで終わっちゃいそう。 今日は、君にたくさん言ってほしいの。お願い。明日からはいつも通り好き好きって言ってあげるから。ね。お願い。<laughs> からかわないよ。ほんとほんと。信用して。 言いづらいじゃあ私が先行ね。君が好き。<laughs> 唐突にこういうこと言わないと君一生言ってくれないでしょうん。<laughs> その通り。今日は私の気分。君に好きって言ってほしい。 私も好きもっと言って <laughs> 私ももっともっと <laughs> 交互に好きって言わないと落ち着かない分かった好きだよ ほら、君の番。好き。<laughs> 私も好き <laughs> 好きだよ。うん。足りない。だから言ったでしょ。まだ言っていない言葉がありますよね。 関念して言ってください。早くない。だってそれも私が毎日言ってあげてるでしょ、うん。言ってくれないと私もう言わない。だって君も言ってくれないって言うから。言った。好きも嬉しいけど。 その言葉はもっと嬉しいうんゆっくりいいよゆっくりあの そのふふ <laughs> 私もすごく愛してる <laughs> 本当は遊びで始めたことだけど <laughs> 君が真剣に向き合ってくれてよかった たまにはいいね、こういうのも <laughs> 頑張って言ってくれたから顔が真っ赤 <laughs> いつも以上に赤いから後で記念撮影しちゃうほ <laughs> ーいじゃあ私の脳内にインプットしとこ今日の君 とてもかわいい。あ、君はかっこいいの方が嬉しいんだっけ <laughs> もちろん、世界一かっこいい。<laughs> 大好き。愛してるよ。<laughs> これから毎日行ってね。 善処しますってそんなとこも好き。